ショルダープレスは、ウエイトトレーニングの種目の一つ。ダンベルやバーベル等を持ちウエイト持ち上げる運動で、上腕三頭筋、三角筋、双胞筋の筋肥大、筋力上昇に大きな効果がある。肩こりの予防や治療にも効果があり、ダンベル体操などにも多く取り入れられる運動。フロントプレス、バックプレス、ミリタリープレス、アーノルドプレス等。 様々なバリエーションが存在し、専用のエクササイズマシンなども存在する。直立、もしくは座った体勢から両手にダンベルを持ち、体の横に、肩の高さまで持ち上げて構える。構えた体勢のまま両腕を上げていく。そのまま1秒程度キープした後垂直に両腕を、ゆっくり下ろし、1の体勢に戻る。2から3を繰り返す。 アーノルドプレスアーノルドシュワルツェネッガーが行っていたエクササイズ。直立、もしくは座った体勢から両手にダンベルを持つ。アップライトローの要領で口の高さまで持ち上げ、手のひらが手前に向くように肩幅で持つ。徐々に手を内旋させながら、両手を体の横に持っていく。最終的に手の甲が手前に向くようにする。3と逆の動作で2の体勢に戻る。 3から4を繰り返す。フロントプレスはほとんど三角筋の前に負荷が集中し、バックプレスはフロントプレスよりも三角筋の横への負荷が多い。ワイドグリップで行えば、三角筋に多くの負荷がかかり、僧帽筋と上腕三頭筋への負荷が減少する。フロントプレス直立、もしくは座った体勢から両手でバーベルをオーバーグリップで持ち、 鎖骨の前に構える。ベンチで行うなら背もたれの角度は70度ぐらいが望ましい。構えた体勢のまま両腕をゆっくり垂直に上、肩と肘が十分に伸びきる位置まで上げていく。シャフトを鼻に落としてくるイメージで動作し、肩に重量が乗っていることを意識する。そのまま垂直に両腕をゆっくり下ろし、1の体勢へ戻る。2から3を繰り返す。 バックプレス直立、もしくは座った体勢から両手でバーベルをオーバーグリップで持ち、首の後ろに構える。構えた体勢のまま両腕をゆっくり垂直に上、肩と肘が十分に伸びきる位置まで上げていく。そのまま垂直に両腕をゆっくり下ろし、位置の体勢へ戻る。2から3を繰り返す。三角筋全部のストレッチも狙っているので、ボトムポジションでは脇を締めて、 肩甲骨が寄らないようにする。肩甲骨が寄ると三角筋ではなく僧帽筋上部や大胸筋上部が刺激されるので注意が必要である。バーベルショルダープレスと同じ要領で行う。軌道が決まっているのでバーベルショルダープレスよりも高重量を扱える。ショルダープレスはマシンでも行うことができる。可能な限りワイドグリップで行うと良い。 マシンのシートの高さと負荷を調節し、座って両手でハンドルをオーバーグリップで持ち構える。シートは構えた時に手が口の高さになるように調節する。構えた体勢のまま両腕をゆっくり垂直に上、肩と肘が十分に伸びきる位置まで上げていく。そのまま垂直に両腕をゆっくり下ろし、1の体勢へ戻る。2から3を繰り返す。 ありがとうございます。